ボートレースにおいて女子戦は難しいと言われています。それはスタートがうまくなかったり、ターンが安定しなかったり、コース取りに消極的だったり、つまり荒れやすい。しかしだからこそ100万が狙えるんです。例えばこのレース、レースは1周1マーク、1号艇トジキの内を差し、ハンドルが2号艇の中谷、3号艇小金井、外に4号艇谷口、レバックスレチェート抜け出しています。まもなくゴールです。先頭2番中谷合輪、3番小金井合輪、4番谷口合輪。ほーら簡単でしょ。競艇フリーダムでは競艇エンタメ情報を発信中。さらに LINE 限定で競艇で稼いでいる方法を公開中。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。こんな風に稼ぎたい人は動画の説明欄かコメント欄をチェックしてね。